この時間はパリ・サンジェルマン対メス、こちらをご覧いただきます。この試合を心待ちにしているサポーターたちがスタンドに詰めかけています。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。パリ・サンジェルマン対メス。北澤さん、信じられますか、今日の試合あのクライフが出場しています。そうなんですよね、まさか彼のプレーをこうして生で見れるとはね、はい、いやテンション上がりますよね。これは、うん、現代のサッカーを形作ったまさにパイオニアですからね。長いサッカーの歴史においてもこんなにすごい選手は思い浮かばないですからね。はい、今日も美しいサッカーで私たちを魅了してくれることでしょう。本当に楽しみです。そうですね。クライフからのパスは通りませんでした。激しいボールの奪い合い。デイビス、ここでファールがありました。今のファールはイエローカードが出ました。パリ・サンジェルマン、過去の試合データを見ますとインターセプトが得意なチームとあります。これについて今日は警戒しなければなりませんね。そうですね、攻撃が単調になっているか、あるいはパターンが読まれているかでインターセプトされる確率が上がってきますからね。できるだけビルドアップの際に変化をつけていくことがポイントになってきますよね。デアステーゲン、ここは抑えました。パリ・サンジェルマン、今のようなカットが得意ですよね。まあしっかりコースを読んでる証拠でしょうね。いい守備でしたね。スルーパス上げる。さあカウンターを仕掛けます。スペースへ出す。このパスが抜ける、抜けてくる、シュート、拾いたい。おっとここでイエローが出ました。まあおそらくこれは一つ前で起こった接触のやつじゃないでしょうかね。デンベレからファーサイドダイレクト、シュートシーンでした。多少距離あってもね、この打っていく姿勢が大事ですよね。クライフ、おっとこぼれてる、抜けてくる、チャンス来た、シュート、パブロ。北澤さん、これうまくマークを外しましたよね。そうですね、これはシュート前のパスが決定的だったんじゃないでしょうかね。出してと受けてのタイミングがバッチリでしたからね。相手のディフェンダーは一歩対応が遅れましたよね。パスを受ける方もしっかりキーパーの位置を見ていたのでこういうゴールが生まれましたよね。さあパリ・サンジェルマン先制、1対0です。1点先制しましたけど安心はできないですよね、はい、当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけですから、ね、攻守のバランスをうまく取っていかないといけませんね。右サイド上がっていく、カット、自分で行く、クロスが入る、ヘディング、ヒット、パリ・サンジェルマン追加点。ダイビングヘッドでのフィニッシュ、決まりました。ここだと思って突っ込んできましたよね。いい飛び込み見せてくれましたね。さあパリ・サンジェルマン、さらに1点を追加し2対0としています。いや、こうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね。非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。ファールか。先ほど行ったファール、イエローカードをもらっています。ジェロメ、ヘッティからクライブ、裏のスペースへフリーだ、シュート、ルーズボール、長いボールを送ります。足いっちゃいましたね。
メス、ペナルティーキックを与えています。相手を引き離す大きな大きなチャンスを得ました。いやでもね、相手にとっては辛い状況ですよ。アリサンドルマン非常に落ち着いていました。思い切って正面に蹴りましたよね。なかなか勇気いるんですけどもね。クライフ、今日2点目のゴールです。メスはここで選手を変えます。同時に2人の選手が入れ替わります。さあパリサンジェルマン、フットボールではある程度安全圏と呼ばれる3点差までその差をつけました。いやこう立て続けですと勢い感じますよね。チームがこういい状況になってきますよね。モドリッチからのスルーパスをカットしました。スルーパスを出す、もうこれいいでしょう。もう一度ヘディングゲット。このゴールであと2点です。これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さんどうご覧になりますか。これはお手本のような綺麗なカウンターでしたよね。前線の今の動き出しは常に狙っておかないとできない。フェデリコ・ファシオ削ってしまいました。先ほどのファールは一発レッドでした。ペナルティエリアが近くなってきますとね、やはりどうしてもね。ベイル、ここは対応します。カウンターを仕掛けていきます。右サイド上がっていきます。ボール入りましたよ。エルシャーラウィ、スルーパス抜けた、いけるか、抜けてくる、シュート、跳ね返される、シュート、すごい反応を見せました。いや素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。ここでレフェリー笛を吹きました。前半が終了します。メス、リードを許したまま前半を折り返す結果となりました。パスの出どころやボールの奪われ方なんか見ていても、うん、今組み合ってませんよね、はい、一人一人の役割をしっかり確認した上で、はい、この状況を打開していってほしい。シュート、ムスレラ、いやファインセーブでしたね。いや今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。好セーブを見せました。ムスレラこのボールに触ります。来ましたよ。モドリッチ打つ、これはよく止めました。いやあの位置からのシュートですからね。ファインセーブですね。ミドルシュートに行きました。モドリッチ倒されます。ロマン・エレメンコ、先ほどのファールで一発レッド判定を食らってしまいました。中切り込む形、ベイル裏へ届くか。さあここでカウンター、ベイル来た、素晴らしいゴールでしたね。やはり期待に応えてきました。いや見入ってしまうような美しいカウンターでしたね。おそらく相手も警戒して、シュート、サンジェルマン今のように守る形が多いんですよね。リトリートですよね。チームとしてしっかりと後ろでブロック作れてますよね。これはオフサイドです。とこれはつながりません。パリサンジェルマン奪い返します。さあ一人で持っていく、右へ預けて、さあカウンターのチャンスになります。さあつながるか、裏へ抜けた、シュート、なんと止めた。いやファインセーブです。そうですね、難しいボールでしたけどもね。いやよく止めましたね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。いい攻撃をするぞパリサンジェルマン。完
完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン。ジェロメン、デンベレからターテのボール、このスルーパスは通りません。ルーズになります。カウンターを仕掛けます。ヘッティジ、さあ一気にカウンター、裏のスペースへ、エリス・アラウィ抜けてくる、中に入れる、ヘッド、しかしこれよく止めましたね。いや、よく止めましたね。ファインプレーですよね。です、チャンスを迎えたシーンがありました。ナウ、ここは一旦キーパーへ下げます。どうだ、さあカウンタースピードを上げたいところ。どうだこのパス、デパブロに渡る、裏へのスルーパス、上げる、さあカウンターのチャンスになります。オフサイドですかね。ディフェンスラインを上げる意識というか守り方、常に中盤をコンパクトに保つということが大事になってきてますよね。このボールはつながりません。エルサーラビーがこれはファールを取られました。今のファールは次だけで済んだようですね。そうですね、まだ時間があるので次がないように慎重にいかなければいけませんよね。メスは残る一つの交代枠をどのように使ってくるのでしょうか。エルシャーラウィからこのフィードパス、このパスが抜ける、抜けてくる、シュート、決まった、追いついた。この時間で追いつくことに成功しました。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、ここになるような見事なカウンターアタックでしたね。エビシャドウィ、今日2点目です。冒頭同点にもシュート、攻撃でした。どうだ、シュート、勝ち越し、アリサンドルマ。いや、今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。グライフ、ハットトリック。さあ、パリサンジェルマン1点をリードしてリスタート。パリサンジェルマンとしてはあんま嬉しい1点ですよね。大無理しなくていいんじゃないでしょうかね。ベースへ出す、おっと抜けた、勝負のシーン、北澤さん、いいシュートでしたね。この時間帯で2点差に広がってしまうと、リードしている方は非常に余裕を持って試合を進められますよね。はい、まあ、大立場としては精神的にもきつくなってきますよね。パリ・サンジェルマン、入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。さあ一気にカウンター、このボールはカットされます。クライフ、スルーパス、抜けた。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうという感じ出てますよね。もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどもね。うわ、まだ行くか。大事に行きたいですね、ここは。触る。いや、今のは
北澤さん、ファインセーブでしたね。いや、これぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。